ジョン・バーゴイン、ジョン・バーゴイン、1722年2月24日から1792年8月4日は、グレートブリテン王国の軍人、将軍、政治家及び劇作家である。軍人として、まず7年戦争に従軍し、いくつかの戦闘に参戦したが、特に1762年のポルトガル作戦が、著名である。バーゴインは、アメリカ独立戦争での役割で、 最もよく知られている。サラトガ方面作戦の時の1777年10月17日に5000名の軍隊と共にアメリカ大陸軍に降伏した。この時ニューヨーク植民地のオールバニを占領し、反乱を終わらせることを指示された軍隊の指揮官に指名され、カナダから進軍したが、間もなく敵軍に包囲され、兵力でも劣っている自軍を乱すことになった。 サラトガで二度の戦闘を行ったがその後に、保冷所ゲイツと交渉を始めることを強いられた。その結果、自軍を故国に戻すことを認められるべく協議を始めることに同意したが、その条件が覆され軍隊すべてが捕虜となった。バーゴインがイギリスに戻ると非難にさらされ、二度と野戦士機関の職に就くことはなかった。バーゴインは劇作家としても成功し、オークスの助中や、 女相続人といった作品で知られたが、軍隊における名声ほどの域には達しなかった。ミッドハーストヤップレストンから選出されて、イギリス議会庶民議員として長年務めた。紳士のジョニーと言及されることが多い。ジョン・バーゴインは1722年2月22日に、ロンドンに近いベッドフォードシャーのサットンで生まれた。 そこは、バーゴイン順弾尺家のサットンマナーがあるところだった。母は、ハックニーの裕福な商人の娘アンナマリア・バーゴイン、だった。父は、陸軍士官だったと考えられるジョン・バーゴイン大尉だが、名付け親である、ビングレイ教の諸子だったという噂があった。ビングレイ教は1731年に死去し、その意志で、ビングレイの娘に、断刑後継ぎがなかった場合にその資産を、 バーゴインが承継することとされていた。バーゴインは10歳の時から権威あるウェストミンスタースクールに入学した。この学校は当時イギリス陸軍士官の指定の多くが入学しており、バーゴインの後の上官となるトマス・ゲージもようだった。バーゴインはスポーツが得意で社交的あり、学校生活を楽しみ、多くの重要な友人を作った。その中には、 後のジェームズ・ストレンジ卿がいた。1737年8月、バーゴインは、華麗な騎兵連隊である、この駅兵連隊の士官職を購入した。この連隊は、ロンドンに駐屯し、その任務は軽かったので、上流者公会で人目を引くことになった。間もなく、紳士のジョニーというあだ名をもらい、その姿の良い制服姿と、贅沢な暮らしで知られるようになり、 大きな負債も背負うようになった。1741年、バーゴインはおそらくその負債を処理するために、その民間を売却した。オーストリア継承戦争、1740年から1748年が勃発した時に、イギリス陸軍はその陣容を拡大することになった。1745年4月、バーゴインは新しく立ち上げられた第一子のエリュー、騎兵連隊の少尉として入りした。 この人間は新設の連帯なので購入する必要がなかった。1745年4月には中尉に昇進した。1747年、バーゴインは金をかき集めて、大尉の人間を購入することができた。1748年に戦争が終わるとその後の英達の可能性がなくなった。バーゴインは、 ジェームズ・ストレンジ教徒の友情を通じてその妹のシャーロット・スタンレーと知り合った。シャーロットはイギリスの指導的政治家の一人であるダービー伯爵、エドワード・スタンの娘だった。ダービー教がバーゴインとシャーロットの結婚を許可しなかったので、二人は駆け落ちし、1751年4月に父の許可なく結婚した。憤慨した。 ダービー卿は娘に1ペニーも渡さずに離縁した。バーゴインは妻を養う手段がなかったので、再度民間を打って2600ポンドを手に入れ、それでその後の数年間を暮らした。1751年10月、バーゴインとニーズマはヨーロッパ大陸に渡り、フランスやイタリアを旅した。フランスに滞在している時に、後に、フランスの外務大臣になり7年戦争の時に、 フランスの制作を仕きたエティエンヌ・フランソワ・ドショワ・ズールと出会い、友人になった。ローマにいる時には、イギリスの画家アランダム勢に肖像画を描かせた。1754年も遅く、妻が娘のシャーロット・エリザベスを出産し、この夫婦の唯一の子供となった。バーゴインは1755年に、孫娘の存在が、ダービー教の反対を和らげてくれることを期待して、 イギリスに出た。ストレンジ教が、バーゴインとダービー教の中を取り持ち、ダービー教をも心変わりして、夫妻を家族に迎え入れてくれた。バーゴインは、間もなく、ダービー教のお気に入りとなり、ダービー教の影響力でバーゴインに、栄達の道が開けた。七年戦争が勃発してから一ヶ月後、バーゴインは、第十一竜騎兵連隊の任間を購入した。年には、 この F 評連隊の対意見中佐になった。1758年、バーゴインはシェルブール襲撃などフランス海岸に対するいくつかの遠征に参加した。この期間にイギリス陸軍に景気兵隊を導入する提唱者となった。この時結成されたニコ連隊はジョージエリオット、後のヒースフィールド卿と、バーゴインが指揮した。これは革新的なこととなり、バーゴインは イギリス軍系機兵隊初期発展の開拓者になった。バーゴインは普通の兵士の間の自律的思想を称賛し、当時のイギリス陸軍に取られていた仕組みとは全く対照的に独自の発想を用いることを奨励した。1761年、バーゴインはミッドハーストの選出でイギリス議会議員になり、その後は戦争に参戦したばかりだったポルトガルで順将として従軍した。 バレンシアでアルカンタラの戦い後にとの占領では、その騎兵隊を率いて特に頭角を表し、ポルトガルがアルメーダを失ったことを補った。このことで、ポルトガルに侵入してきたスペイン軍大部隊を撃退することに大きく貢献した。1768年、バーゴインはプレストン氏の代表として庶民院議員に選ばれ、その後の数年間は主に議員としての任務に、 注力した。この期間に、その大胆な発言で注目されるようになり、特に当時イギリスの指導的軍人と考えられていた、クライブ教に対する攻撃が圧巻だった。1772年には東インド会社の役人が、広範囲に汚職を働いているとされたことに調査を要求して注目された。この時期、芸術や劇作にも注力しており、最初の2曲、オークスの助中を書いて、 1775年に、デイビッド・ガーリックによって初演された。陸軍では少々にまで昇進していた。アメリカ独立戦争が始まると、その指揮官を命じられ、歴史ントンコンコードの戦いで、戦いの火蓋が切られた、数週間後にあたる1775年5月に、ボストンに至るした。ボストン包囲戦の間は守備隊の一部に参加したが、ウィリアム・ハウとヘンリー・クリントンが指揮した。 バンカーヒルの戦いには参加しなかった。光明をあげる機会がないことに沸満を募らせたバーゴインは1776年3月にボストンの守備隊が死を明け渡す以前にイングランドに戻った。1776年バーゴインはセントローレンス川を遡り大陸軍に包囲されていたケベック市を解放したイギリス援軍の指揮を取った。 バイカールトン将軍の下にあった軍隊を引き、大陸軍をケベック植民地から追い出すことに成功した。カールトンは、その後シャンプレーンコまで軍隊を進めたが、バーゴインの意見ではカールトンには大胆さがなく、10月にバルカー島の戦いで海戦に、勝利した後も、大根デロガトリデを占領できなかった。翌1777年、バーゴインは、国王ジョージ三世とその政府に、 外カールトン将軍の落ち度を解きつけ、その後任として、ケベックにいるイギリス軍の指揮官となった。その使命はカナダからアメリカ植民地のシャンプレーンこと、ハドソンガー流域に侵攻しその支配権を得ることだった。その作戦は、ほとんどがバーゴインの立案であり、ケベックからシャンプレーン湖を通って、タイコンデロガトリデを占領し、その後にオールバニに侵攻することとしていた。 オールバニではニューヨーク市から北上してくるハウ将軍の別動イギリス軍およびバリーセントリージャーの指揮でもホーク川渓谷を下ってくる小部隊と打ち合うこととされていた。これが成功すればニューイングランドを南部の植民地と切り離すことができ反乱を終わらせることが容易になると考えられた。バーゴインは初めから地震過剰だった。 引いていくのは圧倒的に優勢な軍隊だと考えており、この作戦はイギリスのために反乱が起きている、植民地を救った国民的英雄に自らをなす王道として見えた。ロンドンを立つ前に一人の友人と一年以内に勝利の外戦をすることで10ポンドをかけてすらいた。イギリス人やアメリカ人の間からその提案しているルートを使う作戦は一年前の 作戦が死していたように不可能であるということを示唆する慎重な声が上がっていたが、それを入れることを拒んだ。その作戦の根底にあったのは、バーゴインがケベックから攻撃的に進軍すれば、ハウとクリントン各将軍からのイギリス軍大部隊の動きで、その進軍が支援されるという思い込みだった。しかし、本国の担当大臣、ジョージ・ジャーメインがロンドンから発した命令では、 この点が不明瞭であり、実際にハウは、バーゴインを支援する動きを取らず、クリントンがニューヨークから動いたのはあまりに遅すぎ、またあまりに、小部隊だったのでバーゴインを助ける力には、ならなかった。この意思疎通を書いた結果として、バーゴインは単独で、作戦を遂行することになった。バーゴインが、この事実に気づいていなかったとしても、まだ成功を確信する根拠があった。 ケベックからの軍隊は、総勢7000名を超えており、この軍隊が南に進行すれば、現地のインディアンやロイヤリストが多数イギリスの旗の下に集まってくるので、その支援に頼ることができるという報告書を信じても、いた。新ノの住民が期待したほど、イギリス寄りではなかったとしても、シャンプレーン湖とオールバニの間の地域は、人口が少なく、 そこに大きな敵軍が結集できるなどとは思っても見えなかった。初戦は成功だった。バーゴインは重要な基地である、タイコンデロガトリデを、落とし、タイコンデロガトリデ包囲戦、この功績で中将に昇進した。その後、エドワードトリデを落とし、さらにオールバニに向けて前進したが、カナダからの補給が途絶し、最終的にサラトガで、ホレーションゲーツ指揮する大部隊に取り囲まれた。 9月と10月に敵の戦線を突破する試みが行われたが撃退された。1777年10月17日、バーゴインは5800名の将兵と共に武器を置いて降伏した。これは植民地軍にとってはこれまでになかった最大の成功となり、アメリカ独立戦争の転換点となった。バーゴインは無条件降伏の道を選ぶよりも兵士が武器を置き、 北、アメリカには戻ってこないという制約のもとに、ヨーロッパに帰還できるという条項を含む、協議に同意していた。バーゴインは、この点に強く固執し、それが同意されなければ、ケベックに戻りながらも戦おうとすることすら示唆していた。その後まもなく大陸会議は、ジョージ・ワシントンの勧めでこの取り決を覆し、兵士たちをマサチューセッツとバージニアで抗菌した。 兵士たちの中にはそこで虐待される者もいた。このことは、イギリス軍が大陸軍捕虜に対してお粗末な待遇を行っていた、ことの報復とも見れた。サラトガの後、バーゴインに対するイギリスの憤害は最高潮に達した。バーゴインは、大陸軍将軍の釈放と引き換えに、すぐに釈放されて本国に戻り、その行為の釈明のために、 軍法会議を要求したが姿られることはなかった。バーゴインはその連帯式と1769年から携わっていたスコットランドのウィリアムトリデト治チ任務を取り上げられた。サラトガの敗戦後、フランスはアメリカ合衆国を承認し、1778年2月6日にはアメリカ独立戦争に参戦して、この戦争を地球規模のものに変えさせた。 バーゴインは当時この敗北の責任を広く問われていたが、歴史家たちはその後の年月を経て、植民地担当大臣だったジャーメイン教の責任を問う方向に見解が変わってきた。ジャーメインは作戦の戦略全体を監督しており、ハウ将軍にバーゴインの侵略を支援するよう命令するのを怠り、その代わりにハウがフィラデルフィアを攻撃する独自の作戦をさせるが、 ままにしてた、というものである。それまでバーゴインは、ノース政権を支持する通りよりだったが、サラトガから戻った後は、ロッキンガム保育党との親密さを強め始めた。1782年、バーゴインの政治家時代の友人が権力を握ると、バーゴインを元の階級の大佐に復帰させ、アイルランドの総司令官と数密院顧問の地位を与えた。 1783年にロッキンガム政権が崩壊すると、バーゴインはより強く私的生活に引き込むようになった。バーゴインが行った最後の公的活動は、英領インドの初代総督、ウォーレン・ヘイスティングズの外に参加したことだった。バーゴインは1792年8月4日に、メイフェアの自宅で突然亡くなった。その前夜は、劇場で明らかに健康でいることが見られた。 直後のことだった。意外は、ウェストミンスター寺院クロイスターズの北翼郎に埋葬された。妻のシャーロットは、バーゴインがカナダに行っていた1776年6月7日に、死んだ。バーゴインはオペラ歌手のスーザン・コーフィールドと再婚し、4人の子を設けた。そのうちの長男は後に、陸軍元帥となったジョン・フォックス・バーゴイン教である。その子供が、 ヒュータルボット・バーゴインであり、ビクトリア十字賞を受賞した。バーゴインは、当時著名な劇作家であり、多くの人気のあった儀曲を残した。最も有名なのが、オークスの女中と1786年の女相続人である。リチャード・ブリンズリー・シェーリダンが、ザ・キャンプを制作した時には支援もしており、共作の可能性もある。オルガン奏者で作曲家のウィリアム・ジャクソンが残した。 唯一の成功したペラ、荘園の主には、リブレットも書いた。またミシェルジャンセダインの作品、リチャード・ジッシン・ノーのセミオペラ版を翻訳し、トマス・リンリーの音楽で1788年に、ドルーリー・レーンを劇場で講演して、大変な成功を収めた。アメリカ独立戦争での、その役割がなかったら、強劇作家として、最も記憶される人物だった可能性がある。 歴史家や評論家は、ジョン・バーゴインを、能力よりも政治的なコネで地位を勝ち得た、過労死手て能力のある貴族的イギリス将軍の古典的例として捉えることが多かった。サラトガ方面作戦の時に続けた、贅沢な生活様式に関する証言は、紳士的な振る舞いと劇作家としての経歴が、組み合わされ、友好的ではない同時大臣に、彼をギ画化させることになった。 歴史家のジョージ・ビリアスは、その任務をしくじった制服に身を包んだおどけものと、表している。歴史資料の多くは、ビリアスが書いているように、このような性格づけに基づくものである。ビリアスは、バーゴインがその敵を感知することに鋭く、無慈悲で危険を犯すものであり、社会や政治の問題には知覚のある解説者だったと述べている。バーゴインは、歴史小説やもう一つの歴史小説で、 登場人物となってきた。ジョージ・バーナード賞の儀曲、悪魔の弟子、またその1959年と1978年の映画版にも登場した。クリス・ハンフリーズの歴史小説は、サラトガ方面作戦が舞台設定であり、バーゴインが登場する。また、サラトガ方面作戦のもう一つ版が、ロバート・ソーベルの一本の釘を求めて、もし、 バーゴンがサラトガで飼っていたらであり、また1975年の CBS ラジオミステリー劇場のウィンランディン号だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。